統一をピッとしてれば通れましたよと。いや昔は有人機だったんでしょうけどね、こんな感じ。結構本数はおとなしめ。これもすごいですね。ここ止まるやつで4回っていうしかないですね。そう、あの快速が通過するからかね。そう、これ遠近分離ですよね。ここにちょうどねギリギリ狭間になってるんで、そういう意味でもなかなか微妙な使い勝手の駅ではあるというのがポンビネ駅ということですね。ポストはこいつ何号でしたっけ。こいつ8号でしたっけ。4号か、4号かな、うん。口が大きいですけどね、こいつは。セブンティーンアイスが置いてあるし、結構自販機はいっぱいありますね。さあ、で近鉄の方に行かないといけませんから、これね JR 東海富田駅とかでね、で近鉄の駅までじゃあ歩いていきましょうということですね。ちなみにこっちは最大600円ということで、まあちょっと安いかな。 そこ安そうやな、前払い制やから。車両を止めてから500円、あ、でも500円か。そこまでベランボに安くはなかったな。近鉄の駅までね、行くにはどうしたらいいかって言ったらね。あ、ちなみに町屋はすぐ行けますよ。ここね、出たらすぐに行けます。あっちの、東口の方から出たらね、すぐですよ。で、こっちから行った方がええんかな。向こうから抜けれるっけな。こっからずーっと歩いて行ったら、ちょうどあの、駐車場の方の近くの方に出るんかな、こいつやと。もうちょっとこっちの方にずっと抜けていかないといけません。JR 駅、あるんですね。コインパーキングはあっちにもあるんですね。近鉄の電車だとしますね。この辺りが富田三丁目と。やっぱ商店街らしい商店街もやっぱし向こうなんですね。近鉄の方にやっぱしあるんですね。この辺りはやっぱし近鉄の強いのかな。あ、何？小物ギャラリーとかあるんですね。知らんかった。富田ふれあいマップ。これは英語か。富田だけで作っちゃったんですね。まあ今日半分富田特集みたいなもんですからね。どうでしょう皆さん、四日市の人でもね、富田って言って来るって言ったらね、多分あっちになるんじゃないかな、ね、イオンモールとかあっちの方は富田としてね有名ですけど、なかなかこっちの方まで来ることはないのかもしれません。富田飯店、四日市飯店の支店かな、なのかな。四日市のね商店街の近鉄の方ですけどね、四日市飯店ってありますけど、まあ、たまたまなのか。ふれあいマップなんてあるんですね。富田、何せ富田飯店があったやろ、なんか不動産やから。どっかでもう一つさっきの商店街になった通りの方に曲がってからかな。どこから入れるかな。こっちかな。一方通行だ。こんなとこにもパーキングあったんや。知らんかったこれは。まあ、このとこ普段走りませんから一方通行ですね。でっかく左折禁止って書いてますね。そうですよね、分かりませんもんね、これ。ふっと右に左に出たくなりますよね。値段安いのかな、ここ。あ、もう近鉄列車がこの位置に見えるってことは、だいぶ近くに来るのかな。800円、結構いい値段取るな。
いい値段取るなと思ったけど、そっか、ここもう、あ、もうこれ、富田の駅前だ。めちゃくちゃ違う。なるほど、駅前なんだ。取れないんだよ。行ってくれ。大人の事情で今、駅側が映せませんけど。よいしょ。多分、地元の方じゃないんだろうな。ナンバーも。通過ナンバーでしたからね。そこまでは行っていいでしょう。で、ここはガラス屋さん？何で？あ、美容室か。あへ、富田さん、あ、ここ牛乳とか400円って。あ、こんなとこに、こんな安いところあったんや。安っ。12時間400円。どうせ12時間ぐらいですもんね、使うの。あ、覚えとこ。めっちゃいいやん。12時間400円やったらいいですね。なんて話をしとったらさ、JR まで戻ってきました。今日は、今日は。スマートライドに行きましょうか。渡らせてもらって。お、せっかく、あれやから。使ってみるこれ。せっかくね、踏切埋まってますからね。嘘。試しに行ってみますか。何があるこんなことになってんだ。一応地下通路があったら渡るってのがね、うちのチャンネルの使命ですけど、わもう全く誰も使うこと想定してない。うわー、これちょっと言わずに来たら怖いな。そして絶対これを使うよりもそのまま踏切待っとった方がいい。絶対早い。うわぁ、誰得だこれ。なんでこんな、わざわざこんな連絡階段作ったんだろう。いやこれは意味がわからん。うん、本当に何のためなんだこれ。絶対待って歩いてきた方がいい。ということで戻ってきました、近鉄富田駅ね。さあ、こんなもんですね。じゃあ最後に引き返すだけさせてもらいましょうか。あ、それ富田のターミナル取ってないんだな、結局。あ、ありがとうございます。よいしょ。さあ、こっちは雲803階からなんですね。いや、もらいましたよ。ということでね、とりあえずこれもコンプリートしましたし、おー、いい感じで来ましたね。一応最後に、まあ別にあのフリーパス持ってるんで、場内入れるんですけどね、合法的に。なんかさすがに、それだけのために、あの、なんか駅員さんの手間を取らせてしまうのは、なんか、忍びないので、こっちの端っこから、取りましょうかね。で、こんな塗装のやつも走ってるんですね。ここの先に、ちょうど普通列車が入ってきましたけど、普通名古屋行きかね。あれ、こっちから抜けれるんや。へえ、歩きとか自転車やったらこっちからずっと抜けれるんですね。知らんかった。まあせっかくなんで間近で撮りましょうよね。え、いやー、三下鉄道ね、すっかり取り損ね取った最後のターミナルをね、五十鈴川行きの急行が通っていきそうですが、では五十鈴川行きの急行をね、背後に眺めながら、ね、四日市高校の片隅に端っこで、バカなことやってます。一番ね、県内で一番頭のいい学校の隣で、何バカはこんなバカなことやってんだって、言われそうですけど、あれ、思ったよりすごい来なかったな。スルリスルリと走っていきまして、スルリスルリと走っていきまして、その先があります。ターミナルってことでね。いやー、ターミナルできました。いやー、今日もいいターミナルができた。なんだ、今日もいいターミナルってよくわかんねえけど。ね。じゃあ、
近鉄の急行見送ったら、あ、もう一台来るな。なんか火の鳥でも来たらラッキーだな。どうかな。ターミナル越しにね、火の鳥とかでも来てくれたらすっげえいいんですけどね。そんなうまいこと来ないですよね。何かな。あ、でも通過列車だ。お、ってことは急行以上、急行より上だから特急は確定ですよ。おや、来るかな。普通ダイヤを知ってる人ならこんなこといちいち言わないですからね。こんなんでドキドキしませんけどね。何かな。これで火の鳥が今日私持ってますけどね。アーバンだった。ここもあんま原則で取ってくるんで取りやすくていいですね。まあでもアーバン取れてもいいですよね。よし、ああ、なったった。これ火の鳥や。え、これ火の鳥ですかね。え、やった、カメラ持っとってよかった。あ、いや、あ、本当だ。この運転席前にあるよね、真ん中に。そうなんですよね。で、上がこう見えるようになってるんですよね。見晴らしがいいって。うわー、うん、おー、本当だ、火の鳥来た。行きましょう。おありがとうございます。今日持ってるな。いや、ちゃんと最後の最後に火の鳥止めましたね。